お疲れ様です。はい、いや、インスタかなと思ってます。お疲れ様です。今日はもう8時半ですけど、何やってたんですか？ミーティングです。ミーティング？何のミーティングですか？そう、はい、何のミーティングですか？また画面でかいです。見てびっくりしたんですよ。いやいや、聞いてないから編集に悪意があったから。ペンキはついとるし。借りたいな、お前な。はい、帰りたいな。つぼりやったっけ？え、堀井。堀井か。つぼりだいて。堀井くん。はい、もう帰りたい。じゃ、まだ大丈夫。まあ大丈夫。まあ、行くの？今日飯行くの？行かないです。みんな行くの？今日から行きます、ね、最近、最近 YouTube 出てないね。はい、もうすぐちょっと忙しいみたいで。そうですか。行くの？飯行くの？行きます。職長のおごりですか？行きます。職長のおごりだろう。カメラはずるいっす。カメラボーナス、エトも3倍だったんだね。うわ、そうなんだ。そうなんだ。じゃあ、オッケー。いただきゃー。悪意があるね、今これ。中を悪くさせようとしてるね、これ。ねえ、お前君か。あ、もう。お前君はな、絶対。もうちょっと言いましょう。なんか自転車乗ってるやつがおるぞ、最近。どうやっとるな、この会社。自転車乗ってるやつがおるぞ。もう8時半なのに、この会社なんでこんな人おんの？ねえ、会見行くの？一緒に行きます。いや、まだでも誘われてないです。誘われてないよね。行きます。ちょっと俺もなんかここ座ってタバコ一本吸ったら、じゃあ社長も行きましょうよって言ってるかなと思って。そうですね、俺もそういうつもりで来たんですけど、いやいやいや、まあ塗装班だけで水やつでやりたいってやつだね、今日はたまには。せーす。あ、ひらくん帰るもん。はい。まあ今、トビの職長のひらのくんです。これ問題だよね、問題映像。iPhone で撮っております。今日は、まあ、今から金曜日だね。まだ明日仕事だもんね。今日土曜日です。あ、土曜日か。そうだね。さあ、じゃあ締めようか。じゃあ誰が行く？じゃあまた見てねって言いたい人。はい。いいね、これ積極的に行かなかったんじゃないですか。おー、じゃ あ青木。はい、最後じゃあ手なしみの子行って締めてください。お前が締めるよ。最後にまた見て、また見て。あ、そういえばみんな、あの、いいねも教えてね。やっぱいいねいっぱい入ってるやつは再生数伸びてる。だって手なし君の昔のあの1駅2駅のやつ、いいね率が高いもんで、ね、ずっとコンスタントに伸びてるの。だけどトビのやつって3万とか言っとってももうゼロになってるの。だけどコンスタントにずっと伸びてるの。で、あの、結構いいね、ちょっと YouTube せっかく見たらみんな教えてね。はい、なんか言いたいことがあるようで、青くん。はい、なんか言いたいことがあるらしい。怖っ。え、何をすか？なんか言いたいことがあるらしいじゃん。怖って言ってないらしくて、YouTube に向かってなんか言いたいことがあるらしいじゃん。はい、一般の方に向かって言いたいこと。あ、俺じゃないよ。なんか向こうからヤジ入れてるね。元職長、ちょっと鬱陶しいね。ちょっと元職長さんがね、塗装班の。もう今、バリバリの営業、まあ、バリバリかどうかわからんけど、隠れてるか、隠れてます、隠れてます。でかくて。でかい。じゃあ、青木くん。はい。え？何言っとってん？会社の思いみたいな。あ、そう、今日会議どんな話だったの？寺井さんが洗浄綺麗にやらない。びっくりした。寺井君が一人で喋ってるみたいな感じで言うかなと思って、ちょっと焦ったね。寺井君が何？洗浄ちゃんとやらないんで。寺西君ちゃんとやらないんで。怖いです。そう、寺西君が洗浄全然ちゃんと綺麗にやらないんで、お客さんかわいそうだと。それダメっすよね。これノーカットです。それ本当に誤解招きです。青木ちょっと話ある。本当に怖いですよ。本当の話だもん。ちょっと、テレシ君顔マジだぞ。さっきと違うぞ。本当の話。社長の前だから。そう、そう、そういうこと言うんだ。でも結構、まあ、俺と二人の時、テレシ君の話めちゃくちゃ言ってるな。あの明日から塗装班一人減るもんね。体制が変わってきて。あ、ちょうどいいね、足場班ね。足場班ちょっと全然忙しいで。いいっすよ。 YouTube に上がってない顔になる。今まで。まあ明日手伝ってこいよ、足場。はい。休み明日。いや、現場ちょっと。あ、あるんだ。よし、じゃあもうちょっと手足にくっついて。最後。何怖いって。はい。もうやめて、誤解まで。
じゃあ本日は、はい、会議後の風景かっこ夜遅く、あれ誰か来た怖っフランケン来たよ、フランケン、フランケンが来たよ、フランケンがなんかフランケン、フランケンの風景をお送りいたしました。また見て、また見て、いいねも押してね。